はい、こんにちは、カズボです。ドラゴンクエスト10オフライン続きやっていきたいと思います。今回ですけどね、このオーグリード大陸のガートラントで強い者たちがね、行方不明になるというね、事件が起きてまして、まあそれをね、アロルドとマイユさんっていう人と一緒にね、解決しようということで、それがザマ・ノロシビ隊にいるっていう話なんで、まずここに行きましょう。ね。一回来てるんで、ルーラストーンですぐ来れますね。はい。外の人かこれ。来てくれたんですね。入れ違いにならなくてよかった。アロルドがいなくなってしまったんです。あの時。黒いモヤがせっかく手伝いに来てくださったのに、こんなことになってごめんなさい。何もボタン押してないけど今。黒いモヤがアロルドを包んで、私何もできなかった。せっかく手伝いに来てくださったのに、こんなことになってごめんなさい。私はグロスナー王にこのことを報告しに行かなくては。さっき何も押してないのに飛んだからさ、もう一回ちょっとやり直したけど、オートセーブだからね、まあそういうことはできんですけど、グロズナオだって。それと、もういい加減道具のさ、クエストも終わらせたいよね。アロルドのやつ消えたんだってな、マユさんのと婚約して幸せそうだったのに。マユさん、ガートラントへ戻ったんだろ。王に報告するためとは一人でガートラント領を渡るとは大した女性だ。でもやっぱりちょっと心配だよな。あんた知り合いならガートラントへ戻ってマユさんの力になってあげてくれ。まあそうなんだけど、一個クエストあったじゃん。アロエオニって言ったよね。ギルザ地方の、ここの下の方に、アロエオニってのがいるんで、まあ、いるよね。ここっつったよね。あ、違うわ。ドアチャッカ大陸だ。全然違うじゃん。あ、じゃあちょっとカットしますね。要はさ、髪色を変えるクエストみたいなんだね。あるって話で、これだ。こいつ、アロエオニ。まあ、ガートラント行くんだったらついでに、ね、どこでもいいんだけど、これはね。自分見破ってないんで、こいつら。アロエオニ、ね。まあ、じっくり埋めながらね、やっていきましょう。ああ、あんな強くはないんだね。仲間呼んだ。毛玉も。たまに飛ぶからね、一回飛んだんだよね。どこだっけ、どっかでも。あ、イットのとこだ。お、強っ、バギムーチョ。私頑張ったよ。さあ、どうだ、落とした？落とさないね。ちょっと落とすまでやろうか。わしはガラクタ。落としました。マジカルエッセンス、これをね手に入れて、まあついでにね、オグリード行ってね、まあイベント進めましょう。髪色を変えれるっていうね、髪色変えるか髪型変えるかなんかだと思うんですけどね、まあそういうクエストがあったんです。どこだ、これか、ここん、ここかな、これだ、え、これだよね、あ、これだ、ここをついでに寄って、ね、もしかしてアローヨニからマジカルエッセンスを取ってきてくれたんかしら。はい、ああ、これでついに私たちの夢、美容院サロンフェリシアをオープンできる。あなたのおかげをありがとう。はい、美容院が使えるようになった。ようやくですね。まあ、いつでもできますかね。アローヨに倒せるぐらいだったらね。ヘアカラーが利用可能になる。髪色変えれるね。まあ、これだとオンラインだとまた大変なんだけどね。何持ってこいだの。
ヘアカラー以外にもヘアスタイルからお顔のイメチェンまで美容に関するいろんなサービスを用意してるわよ。顔も変えれんだ。カラーだってどんどん増やしていきたいわ。私たちの仲間が各地で新色を研究してるから見かけたら声をかけてくれると嬉しいな。ああ、じゃあイメチェンしたくなったらいつでもサロンヘラシに遊びに来てね。ああ、これでいろいろいるんだ。じゃイメチェンはそうなんだけど、美容院。見た目を変える？いや、やめ、いや、いいです。今はいいです。ボッコさんはボッコさんです。だからそこら辺にさ、いろいろ髪色変えれる人いると思うんで、まあ、見つけ次第やっていきましょう。これでね、クエストを受けながらいけますね。じゃあちょっと王様のとこまで遠いんでカットしますね。はい、ということでね、ここのクエストもね、ちょこちょこ埋めていきながらやってましたんで、ね、このスメな方の方がいいよね、絶対ね。なんということだ。アロルドまでが姿を消したとは。グロスナー王に申し上げます。輸送団員のギザックが帰還いたしました。火球の報告があると申しております。おお、行方知れずの輸送団が帰ってきたのですか。申し訳ありません、グロスナー王。私たちはグレン城へ大変な品を届けてしまったようなのです。そのことなら気にせずともよい。すでにマリーン殿の働きで解決済みである。そうでしたか、よかった。寄贈された王の指令書を見せて私たちを騙したあの女、奴はグレン城に偽の贈り物が届けられたのを見届けてから私たちを捕らえました。あの女、白いベールで顔を隠したあの女、正体はおそらく魔物です。私が捕らわれていた場所にはまだ仲間たちが閉じ込められています。グロスナー王よ、どうかお助けください。うん、イザックよ、よくぞ知らせてくれた。スピンドル兵士長を呼べ。スピンドル兵士長、参上。久々に私の出番が来ましたね。あとはガートラントの花、スピンドルにすべてお任せを。ではそういえばギザック君、その白いベールの女とやらはどこにいるんだったかな。城の南東、ギルザット地方の廃屋の暖炉に秘密の通路があるのです。湾岸の集落への道中にある廃屋です。やれやれ、頼りないね、スピンドル兵士長。私も手伝ってやろうか。いえ、結構。通りすがりの賢者の助けなど我が剣の前では何の役にも立ちません。嫌われたもんだね。じゃあ、私はギザックの傷でも見ていいよ。スピンドルのやつ大丈夫だろうか。もう久しくやつの剣技を見ておらぬが。私も行きます。もしかしたらアロルドもそこにいるかもしれません。あなたも力を貸してください。お願いします。ありがとう。ギルザッド地方の廃屋の暖炉だったわね。では行きましょう。お、ね、こういう感じで、オンラインではね、入らないですからね。レベルいくつなんだろう？そのレベル見ながら、あ、これで、カバンとこ、ちょっとは楽になるかな。30か。30はちょっときつい。こういけっかな。
宝あったよね。入れないか、無理か。あ、無理だね。じゃあちょっとね、そこ行くのもいいんだけど、ちょっと試したいのがあるのよ。きついかな。多分下手したらね、ボスより強いと思うんだけど、このトリカトラプスってのがいいんだけどね。そいつを倒さないといけないんですよ。ここら辺にいるよね。あれね。サウルスロードをちょっとね、練習で倒したんだけど、多分あれより強いんで、どうなんだろう、ちょっと強いぐらいだったっけ。なんなことねえよな。あれいねえな。あれ、あ、いた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 。2匹出てきたらアウトだね。多分、1匹だと思いますけど。2匹。こいつはまずいんじゃないか。うわあ、これはちょっときつい。やめ、一匹でもきついんじゃない？ちょっと待って、これは、ちょっと待って、セーブしといてよかった。だよなー。ですよね。そうなりますよね。ここは後でかな。あ、よかった、セーブしといて。うん、ですよね。はい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 。ちょっと40、50くらいないときついかもね。ちょっと後回し。とりあえずね、あれはもうちょい強くしてから戦った方がいいね。いけなくはないんかわかんないけど。あ、髪色の人いるね。これね。ごきげんよう、マドモアゼル。私はサロンフェリシアの名誉顧問を務めるバロンと申します。近頃、我がサロンの見習い美容師たちは、新しい色を作る修行に熱心に取り組んでいるようす。大いに結構。一つ、私も若者たちのように、ダンディーかつ紳士的な新しい色でも作ってみたいと思いましてな。トガス・ガンドーのヘルコンダクターと手合わせし、紳士のたしなみにふさわしいものを手に入れていただけますかな。まあ、やった時では、ダークグレーが追加されるって。を引き受けてくださいますか。何をお持ちいただくか、それが手に入った時お分かりになりましょう。トガスガンドはここより西に行ったところにございます。ヘルコンダクター。まあ、さっきのよりは弱いけどね。まだわかんねえぞ。ちょっとこの不気味だからね、これね。なんもない？なんかありそう。ホワイトパール。アモールの水。いや、それはいいんだけど、ここ、あの、これなんだ、これなんで光ってんの？なんかやってこいってあった、このクエスト。まあいいや。とりあえずね、ストーリー進めちゃいましょう。あんな倒せないのね、いくら頑張ってもしょうがないから。ここの上のね、暖炉って場所があるんだけど、暖炉ね、本当に暖炉があるんですよ。そこに行くんですけど、早いね。オンラインやったらわかるけど、すっげえこれ早いよ、オフライン。まあいろいろ拾いながら行ってもいいけど、とりあえずいいでしょ。多分大丈夫だと思う。あそこまで強力なのはいないと思いますんで。まあ、ここだ。戦ってみてね。はい。ここの中に行けってことなんで。50くらいになったら挑戦してみようか。道具なんか別に逃げないからね。今持ってるので十分だから。ね。とりあえずアイテムは拾いながら行こうかな。はいね。鉄鋼好き。あ、こっちにも何かあった？すごい、ないか。新モンスターはいると思いますんで、これは見破ったね。確かね。なんだ。どっちも見破ったよな。ボーンプリズナー。ああ、大丈夫だ。まあ、そこそこ強いね。まあ、まあ、あれに比べたら弱い。160とか食らったよね。うん。マユさんが30だから。んなもんだよね。45とかそのぐらいだもん今ね。あそこは強いのしてた。50以上の時にあそこで元気玉使ってね、レベル上げまくってたからね、自分で、ね、オンラインでは。でもこのゲームだとすぐ上がるんじゃない、あんなとこで戦ったら。あれ1万ぐらい持ってそうな勢いだと思いますけどね。バイキングソウルって敵が確かいると思う。同じなんであれば。だからそんなのもいれば、戦いながら行こうかな。宝は回収した。あ、いた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 。ほい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 。ブラックパール。はい。戦いたいんだろ？いや、戦うよ、ちゃんと。お見せしたいからね。
なあ、やめろよ、そういうこと。特技、見破る。あ、なんだよ。そっちはいいんだよ。あ、結局使うか、三枚押し。メタルの時使わないともったいないよね、これ。そこじゃねえんだけどな。ああ、倒しちゃった。見破る前に行くぜ。バッチリね。あ、32いった。ビリバリブレードを覚えます、これで。最強に近づいたな。クールじゃねえ、これ剣の技。これ強いよね。まあ別なとこにもいると思いますんで、そいつを倒せば。いた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 。倒すっていうか見破りたい。相手にとって不足はねえぜ。あとで説明見ましょうね。お、いや、強え。え、これ普通に撃てるんだ、ビリバリブレード。ふう、わしは疲れましたよ。あ、覚えてよかった。なんだ、あ、バスタードソードの本だって。レアだ、レア。あ、いいねいいね。待って待って、なんかあんの。で、ここに2個あって、宝がこっちにも1個あったよね。OK、いいね、いいね。はい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 。はい、おいでおいで。捕まんないよ。うっ、真ん中通ってやる。よし。最後に宝1個あるね。よし。ここと、あ、スキルアップパネル。いいね。ガラクタの技とかドラム。ドラム弱いよな。OK、小さめだ。もう1個あるね。下手ね。なんかね。これか。よし。それでスキルパネルで、ダストン。ここに1個。いや、1個決めとこうか。グレートインパクト。ここはスタンショット。ここら辺もね、覚えとかないとね。よっしゃ、着きました。私の目を盗んで一匹外に逃がすなんて、ずいぶん舐めた真似してくれるわね。それとも私にお仕置きされたくていけないことしちゃったのかしら。もう許してくれ。どこかに私を楽しませてくれるような素敵な相手はいないものかしらね。この魔晶石の力を。存分に震えるような。あら、珍しい。こんなところにお客様？ようこそ私の店に。私の名前はヨーマ・ジュリアンテ。せっかく魔晶石の力を得たのに、相手にもならない小物ばかり。退屈な男たちにうんざりしてたのよ。あなたはどうかしら。このジュリアンテ様を満たせる相手、たっ
ぶり試してあげる。悪女だ悪女。じゃあね、ジュリアンテ戦ですね。可愛がってあげる。身長高く見えるけどね。ひっくり返るでしょこれで。とりあえず、あ、しびれた。オッケー。いや、いいね。やってやるですよ。聖剣好き意味ないよね。バイキルとポッコ。もうダメージ増えんね。じゃあもう一発バイシオンかますと、そのうちバイキルト覚えそうだけどね。マユさんね、ちょっとあれだね。これでだいぶ違うんじゃないかい。あ、楽勝にいけるねこれ多分ね。消費できるのよビリバリブレード。あ、もう黄色くなってる。無限の風と暗黒の、ブンチだから全体攻撃なんだね。いや、ヒューザー強い。覚えて正解だったね。イエイ、素晴らしいね。暗黒の風でさらに弱体化できるっていうね。カトラプス挑戦してみるか。あれこれより絶対強いもん。力が湧いてきました。今やんなくてもいいけどね。バギも覚えた。フーラバギムーチ覚えてる。嘘でしょ。魔晶石の力を使った。私が前が、あの…パワー！うん？今のが白いベールの女の正体か。なかなか手強い相手であった。よし、グロスナー王に報告だ。君たちは囚われていた人々の解放を頼む。ありがとうございます。これでアロルドも。助けか。どうして二人しかいないの？アロルドは、他の人たちはどこに？他の人たち？あの女に捕らえられたのは俺たちパラディンの輸送団だけだが。そんな、それじゃあアロルドはどこにいるの？とにかくありがとうございました。我々もパラディンの端くれ、あの化け物さえいなければ大丈夫です。ここからは俺たち二人で帰れます。本当にありがとうございました。ビリバリブレードめちゃくちゃ強いね。なんだあれ。はい、とりあえず戻って、まあ挑戦しようかどうか。一匹だったら勝てと思うんだよね。入り口近くの方がいいかな。どうなんだろうな。あそこだと2匹出てくるよね。
とりあえず図鑑だけ見ようか。ね、アロルドさんいないですね。どこ行ったんでしょうね。まだ話は続きそうです。あ、違う、今いるか。あ、しまった、出なきゃよかった。結構、あ、これジュリアンってね。しなやかな動きとスピードで相手を翻弄するサディスティックな魔女、その瞳にしびれるものはない。ジュリアンってご自慢の豊かな髪は意外に重い。彼女の波は体重が実姉と同じことである。あ、そうなんだ、実姉がいるんだね。誰だったっけ、さっきの。結構いろんなの戦ってっからね。オーレンじゃなくて、あのさっきのとこで、あ、いた、バイキングソウルだけ見よう。はい。略奪を繰り返してきた凶暴な海賊の亡霊、仲間をバイキルトで強化し、怒涛の攻撃を仕掛ける。極悪非道な行いのせいで、海の神に嫌われてしまった。死んだ後も海に立ち入れず、歴史は暴れ回ってる。はい、ということですね。果たして、白いベールの女は、魔物の正体を表し、この世のものとも思いぬ連続攻撃で襲いかかってきました。いやそれを幾度となくかわして、ついに決めた、とどめの人たち。グロスナー王にも見せたかったですな。そうかそうか、よくやったぞスピンドル兵士長。して囚われていた者たちはどこに。解放は他の者に任せまして。いやいや、戻ったのか。さあグロスナー王に報告を。どうも怪しいね、スピンドル兵士長。あんた本当に白いベールの女を倒したのかい。な、何を根拠にそんなことを。そこまで言うのならお見せしましょう、この私が白いベールの女を倒した証を。まさか、なぜ魔晶石のネックレスがそこに。マリンド、これはどういうことか。グレンへの贈り物に紛れ込まされたあのネックレスは、そなたがグレンから回収し封印したはずではなかったのか。冗談じゃないね。この魔晶石はね、私たちの力を最高に高めてくれる秘宝なんだ。封印なんてしてたまるかい。貴様、一体。私は呪術師マリン、白いベールの女ジュリアンテは私の可愛い妹さ。ジュリアンテは戦を起こせば手っ取り早く強い者たちを集められると考えていたみたいだけど、私は戦なんてどうでもいいのさ。私たちはずっと探してたんだ、この世界のどこかにいるという生き返しを受けた者ってやつをね。魔晶石を使ったジュリアンテを倒すのはとんでもない力じゃないかねえ、スピンドル兵士長。それほどの力を持つ者、あんたこそ生き返しを受けた者に違いない。今まで見くびっててすまなかったね。
こんな国に用はない。スピンドルに何をした？おいてもなおその気迫、大したもんだね。グロスナ、ついでにあんたもいただくよ。あの黒いモヤはアロルドが消えた時と同じ。グロスナーをいただき。おやマイユちゃん、その声あなただったのね。マリー、アロルドをさらったのは。この場で叩きのめされたくなかったら、すぐにアロルドを返しなさい。恋する乙女は威勢がいいね。私はそういうの大好きだよ。いいな、アロルドに会わせてやるよ。古代オルセコ闘技場まで来るんだね。古代オルセコ闘技場に行きましょう。マリーンを倒すために力を貸して。なんということだ、賢者マリーンが魔物だったなんて。あなたがもしグロスナー王を救出してくださったら、この国の英雄の証、赤のキーエンブレムを贈ると約束します。古代オルセコ闘技場はガートラント領の北西、オルセコ高地をまっすぐ西へ進んだところにあります。どうか古代オルセコ闘技場へ行き、呪術師マリーンを打ち倒してください。はい、ということでね、そこまで行ってマリーン倒せばね、エンブレムもらえんかなっていう感じですけど、まだでもやることあるよね。はい、じゃあね、ちょっとヘルコンダクターもそうだし、どっち行こうかな。どっちもやってもいいかな。さあね、次回ゆっくりできるもんね。あれ、おかしいな。ゲリオン5匹倒せって前言ってたよね。マージスター武闘家で5匹倒すんだって。ああ、なるほど。だからここ光ってんのか。なんで光ってんのかなと思ってさ。あれ、読み間違い ?5 匹倒すっていうのがあったよね。その時ゲリオンって書いてなかったっけ。自分が間違えたんか。間違えて、まあ、お送りしてたかもしれないけど。とりあえず、トガスガンドのところに、ここね。ここにヘルコンダクターってのがいるから、まずそいつをぶっ飛ばして、ちょっと肩慣らししてね。まあ、ここは後で来るんでしょうけどね。まあ、ここきついようだったらもう、あいつどうなんだろう。トリカトラプス強えよな。あ、いた。こいつね。こいつから髪色。ビリバリブレードとかすげえ強いね。あ、全身全霊。あ、取っとけばよかったな。まあいいや。ビリバリブレードあったらいけんじゃねえの。でだ。強い。あ、強いけど大丈夫だ。うん。まあいけなくはない。わしは疲れましたよ。まあ何匹か倒せばいいんでしょうけど。え、こんなしかない？え、なんだここ。皮焼きそう。わしは役に立たねえですよ。うりゃ、運が良かったですね。4回目倒した男のコロンを落としました。まあ、これをね、渡せばいいんだね。はい。ここはいいんだけどさ。うん、いいですかな、マドモアゼル。紳士の立ち並みというふさわしいものをお持ちいただけましたかな。はい。うん、どこまでも深いビターな香り。ほのかな甘さが織りなす強さと優しさのコントラスト。これぞ紳士の立ち並み。早速、この男のコロンを使って新しい色を作ろうとしましょう。うん、古本。あ、そうれ、マジカル、ジェントラ。
はい、ふむ、何も起きませんな。あ、今のはですね、いつもの美容師たちが新しく色を作っている姿を真似て私も叫んでみたんですよ。仕方ありません。この男のコロンは町の美容院に持って行って、そこの美容師に色を作ってもらうことにいたしましょう。きっと本物の紳士にこそ似合う美しい色ができます。ぜひ病院でお試しください。はい。ダークグレー。この人が関係ないじゃんね。はい。それからこれは私からほんの気持ちでございます。はい。ウルビア銀貨。はい。ということで、トリカトラプス1体出てくるまでちょっと、うろうろしてようかな。セーブしてね。私、サロンフェリシアの創設者、マダムフェリシアとは旧知の仲でしてな、マダムは大変美しいお方ですよ。しかし、マダムの本当の美しさはその外見にございません。私の考える真の美しさとは、その者の心に宿るもの。紳士たらんと欲するなら、内面から魅力を発するようでありがたいものですな。はい、ということです。ここら辺だったら、2匹出てこない。ああ、どうだろう。あ、1匹だ。1匹だったらいけんじゃない。あ、いけるいけるいける。頑張ればいける。シールドブレイク。よし。やべえな。マユさんはどうしようもないな、これ多分。あ、そうだね。こいつブレス使ってくる、確か。神道滅却は確か、使っといた方がいい。他落とされっかな。あ、おお、やべ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 、あんなん使ってくる。やべえな。どうすかな。キラジャグ効かないから。同じね。いやー、ちょっと待て。ああ、やべえ。あ、ひっくり返り。ああ、危ねえ。危ねえ。一回倒しただけじゃ入んないよな、これな。どうだろう。何回も倒さなくちゃいけないかな。すげえ。まだ白パワーですけど。マジかよ、ちょっと待てや。をかまして、回復した方がいい。とりあえずフーラ落とされたらまずいから、サンドブレスはまずいし、ヘビーグリップ、あ、転びにくくなった。いや、それはいいよ。バイションかけた方がいい。フーザに向かった、あ、バイシル、バイキルト、どうすかな。あー、まあ偉いちゃ偉いけど、特に、ロストアタックやめてます。オッケー、怒りを覚ますか。うわー、あ、黄色くなった。うわー、これ2匹出てきたんだよ、さっき。結局切れたよな。まずいな、こいつ。なんだこれ、メガボンバー。やべえ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 。ガラクタント倒れない。転びにくくなったって言ってたよ。あ、オッケーオッケーオッケー。あー、怖っ。バカ野郎。大学に通らないから。これのビリバリブレードは絶対。倒せはするな。42できついね。あ、やっぱ50くらい必要だ、あいつは。はい、ということで、落としてくれなかったらアウトだね。まあ倒すことできたからいいや。
はいはい。どう？やった。よし。バカ。バカバカバカ。はるか古の時代より地上にいた赤き魔獣。岩石のように身を蒸して何者にも動じない。寒い時は群れで身を寄せ合って眠っているが、近づきすぎるとトゲが刺さって眠れないジレンマに苦しむ。バカ野郎、とんでもねえジレンマだよ。さあ、ジュレットに行って道具渡して終わろう。ああ、これもちょっと早かったね。やっぱりトリカトラプス、まあ、うん、いやいや、トリカトラプスあたりは、ちょっときついんじゃないかと思ったけど、想像以上だった。サウルスロードよりちょっと強いぐらいかなと思ったからね。バザックスってのが間にいるな。どっちの方が強いんだっけ？同じぐらいだったと思うけどね。チョッピヘイヤとかにいるからね。あれでもね、バザックス狩りとかでレベル上げてましたけどね。これとかで自分レベル上げてたんですよ。あと素手でね、なんか武闘家クエストやれてたよね。まあ、時間あるときやろう。いや、あれはちょっと格上すぎんな。トリカトラプス。やば。シザーレインボーもそんぐらい強かったからね。前戦ったとき、これより弱いとき戦ったから、まあね。どうなんだろう。あ、まあ、あっちよりは強いと思うけど。あ、もしかして、ボッコさんもしかして究極の道具カバンの材料を古代獣の皮を手に入れてくれたんですか？はい。ボッコさんありがとうございます。これが父さんがずっと探し求めていた究極の道具カバンの材料。僕、才能がないと分かってても、どうしても父さんの代わりにこの皮でカバンを完成させたいんです。時間がかかると思います。しばらくしたらまた来てください。はい。やけに潮風が身に染みるな。そんなことを考えながら時間を潰した。はい。あ、ボッコさんよく来てくれました。ちょうど道具カバンが完成したことです。見てください。こんなカバンを設計するなんてやっぱり職人ボルダーは天才です。本当に僕の尊敬する自慢の父です。形は悪いけど、これが僕と父さんの二人で作った究極の道具カバンです。ボッコさんに使ってほしいんです。はい。よっしゃ。まあそうですよね。どのぐらいのきつさかはやってみないとわからない。トリカトラプスはとりあえずあと10レベルぐらいは手出さない方がいいかも。ね、7000持ってた。僕これまでずっと父さんの言うことを聞いてきました。旅人になるっていう夢も父さんが勧めてくれたものでした。でもやっぱり僕は父さんの後を継いでカバン職人になりたい。才能がないのは分かっています。でもやれるだけやってみたい。これが僕の本当にやりたいことだって分かったんです。僕いつか胸を張ってこの工房の2代目を名乗るようになってみせます。ボッコさん見ていてくださいね。はい、また増えたな、クエスト。クエスト増えたけど。まあ、これよりきついんかな。まあ、あとだね。これはいいや。トリカトラプス普通に倒せるぐらいになったら受けに来よう。はい、ということで今回ここで終わりたいと思います。よろしければグッドボタン、チャンネル登録、ツイッターフォローなんかしてあげるとすごく嬉しいです。ご視聴いただきありがとうございます。次の動画でお会いしましょう。